今回は3連休の2日目、大盛況の白馬八方根スキー場に行ってまいりました。おそらく今シーズン一の人の多さだったとは思うんですが、八方根を知り尽くしているつもりの私はゴンドラリフトを華麗にスルーさせていただき、山麓部分で滑っておりました。今回は普段あまり行かない国際や作家方面へ行ってまいりました。上部にも行ってきましたが、基本は今回の動画は山麓メインとなっております。というわけで本日もゲレンデレポートの方やっていきたいなと思います。午前8時51分の時のゴンドラ乗り場です。この映像を見た瞬間に並んでらんねえなと思って、矢印方向にあるリフトに僕は乗りに行くことを決意しました。これがまあ当たりで、狙い通りで人は少なめでしたね。ただこちらのゲレンデで滑ってみて思ったんですが、雪がちょっと難しい感じかなというふうに思いました。ぶっちゃけこんな雪でずっと滑るのは厳しいなって言ったような状況で、気温が高く若干雪が板に張り付く感じがありました。見た目良さそうなんですが若干滑りにくかったですね。ちなみにワークマンの服が暖かすぎて汗だくになってしまいました。その後11時頃になってもゴンドラリフトの待ち時間が10分程度だったんですが、まあマシになったということでゲレンデ上部の方行ってみました。セントラルコースはもうすでにボコボコの斜面となっております。全面コブとなっておりますので、こちら迷い込んだ際はご注意ください。ゴンドラの組合やゲレンデの様子を見ても今シーズン一番人が多かったんじゃないかなというふうに思います。知らんけど。ゴンドラも終点に近づき、リーゼンスラロームコースの様子を見ていきます。午前11時過ぎぐらいなんですが、すでにナチュラルバーンみたいになっておりました。そして人も多いのでかっ飛ばして滑るっていうのは正直向かないかなというふうに思います。こちらウサギ平ゲレンデですね。安定のコブ斜面が大きく育っているといった状況となっております。コブ好きのスキーヤーにとっては最高のゲレンデ状況かなと思うんですが、私はビビってスルーしました。3月に全日本スキー技術選手権大会というのがあるんですが、来週あたり技術戦のトレーニングのために一度圧雪するらしいです。ちなみにこちらパノラマゲレンデです。下部より雪質は良い感じですが、ぶっちゃけどことなく張り付く感じがあるなといった印象は否めませんでした。僕個人的にあまり好きな雪質ではないですね。はい、まあ、好きな人は好きだと思うんですが、こういった雪でも滑れるようになりたいなというふうには思いました。で今シーズン初の立てっこに行ってまいりました。名前間違ってたらごめんなさい。という感じでこちらで雪質チェックの方を行いました。こんな感じでまあまあ良さそうかなっていうふうに思うんですが、このように手に取ってみると湿っぽい雪ですが、湿っぽすぎない、マジでなんて表現していいかわかんない雪質でした。今シーズン一番ちょっと苦戦しましたね、この雪には。で国際や作家方面まで下ってきました。この辺りですが、長野オリンピックがやっていた時のゴール付近となっております。ゲレンデ上部からこんな辺までノンストップでやってくるっていう、シンプルに罰ゲームみたいなコースですね。個人的に正直この辺りめちゃくちゃ滑りやすかったです。カービングでめちゃくちゃ切りやすかったんですが、なんせめちゃくちゃ緩斜面なんで、この辺りの難しさはあるかなというふうに思います。本日はどのリフトも基本的に待ち時間が発生しておりました。まあ、八方ひろしといえどやっぱり人が多かったですね。と思いきや下尾根クワットが待ち時間平均して1分3秒ぐらいでした。時間は適当です。ほとんどリフト待ちなかったですね。私はちなみに勤勉なスキーヤーなんで、苦手なコブ斜面を一人でこの後猛練習しておりました。この北尾根のコブでひたすら練習しておりましたね。上手くなったかどうかは聞かないでください。はい、その後なんやかんやあってまさかのリフト逆走運転を経験しました。なんかよくわかんないですが安全のために必要だったそうです。というわけで今回八方根スキー場に行ってみて、ゴンドラリフトやリーゼンパノラマあたりは基本的に混雑はしていました。人は多いんですが、ゲレンデの方はかなり広いので、めちゃくちゃ混んでるかっていう印象があるかというと別にそうじゃないよって言ったような感じです。というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。概要欄にお問い合わせフォームへのリンクを貼っておりますので、企業案件やコラボご希望の方はお気軽にお問い合わせください。新しいサイトを立ち上げましたのでぜひご覧ください。概要欄に貼っております。ありがとうございました。